それこそグラスホッパー立ち上げの時っていうのは初めて組むスタッフが納得してくれなかったんですよ。僕はこうしたいって言っても、なんでですかっていう。手でつけたような硬い動きじゃなくて生っぽい感じで取れればいいなと思ってます。長に関してはなので髪の毛どうするみたいなところもあるかなと思うので、うん、若干出てますけどあーでもここで4本使うな。よし、乗り捨てられた車があったりとか、うんうんうん、みたいな感じだったな。そうだね、まあ、そのぐらいの田舎町に、はい、いいと思うね。この YouTube という媒体だったりとか、これまで以上に積極的にやっていかないといけないかなと思ってますかね。生の声を伝えられる手段としては一番最適なんじゃないかなと思っていて、世界中のゲーマーの皆さんとこれからもっと距離感縮めていきたいなと思ってます。楽しみに。